だがそれがどうした。ご機嫌だぜ。勝負はこっからだな。もう明らかに終わりだろ。その時奴が目を見開いた。へへへ、驚いた。マジでタフなんだね。その目線は俺を捉えていない。奴の視線を追いかけた俺は驚愕する。な、お前、そこにいたのは血まみれの高橋だ。すんません、脇腹をえぐられちまって。俺は